ようこそ大変やったな。え、なことないよ。ほんま大阪の電車面白かった。ああ、そうなんや親子が挽回して大阪弁で喋っとった、うん。楽しそうやな、ケニーちゃん15年ぶりだお久しぶりだね。おー、ケニーちゃん、わざ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 ありがとうございます。俺、昨日ちょ、どうした？あ、目にかかります。お願いします。ジーベレですよ。チャージャーだよ、チャージャーだよ。よろしくお願いします。チャーちゃん若いっすね。アラムさん、網持ってくるんじゃねえの。なんて網持って買えたの、買えたの最後の網持ってすぎだよ飯やっぱりなんだ最初からいろんなものが届くんだよ。うん、ものだけ。みなちゃんになんか偶然を歌ってる。ああ、そうなんや。じゃあみなちゃんをナンパして岡山で、広島どこにいた。いや、山口のごとんたんすね。あ、ごとんたんすね。ばったり木国屋お会いして、あの店の前でね。そうそうそう、店の前で。あ、そうなんや。これはやっぱりあれです。今日岡山からですか。そうです。昨日の夜中から黒が来たよ。仕事せなあかんから、これで。何や、今日はあれですか。なんか面白い、大阪のミーティングの俺がいる。やっとな、CD ほら、焼くのにこれいないとあかんねん。指紋だもん、今日。これ、出てくるやろ。これ、綺麗やない。DA、高津君まで入ってないよ。そうそう、マジック。やるんやったら、この辺か、この辺か、上。いけね。はい。着いた。ビール貼ってんのかな、思ってた。多分これチャージ、チャージ、チャージ、チャージ。おはようございます。一個やったな。OK です。もう一個。今日はそこ置いてきはったんや。今日は。一緒に進みましたよね。大丈夫。ラシートはヤフオクに出す。でも俺がベロベロ舐めてきました。何時に来るんだろう。ドリカムの歌が頭をくるくる。ああ、そうなんや。皆さん、よろしくお願いします。こういうところから。いや、遠くないですよ。パスポートなしで関東行けるんですよ。そうなんだよ。これでですか。だってこれであれで俺乗って帰るの。あ、そうね。いや、でもほら、ここからだ、行って帰らないと。多分東北経由だから